音楽家にとって命でもある楽譜。しかし信行さんにはただの紙の束でしかありません。楽譜を知る唯一の手段はレッスンの先生が弾いた録音テープです。そのテープには右手と左手が別々に録音されています。さらに楽譜に書いてある様々な記号を演奏に合わせて言葉で解説しています。プロになった今もその練習方法は変わりません。このレッスン方法を考え出し、さらに指の使い方など信行さんの才能を引き出す独自の指導をしてきたのが川上先生です。難しい曲であればこうそれこそ左手と右手に分けて、もっと細かく分けて、左手右手だけでももっと細かく分けたりとかね、いろんな声部っていうのがあってね、いろんな右手でも2つのこといっぺんにやんなきゃいけないとか、それを説明しながら録音したりとか、まあ、ケースバイケースで、ね、クリアしてきた。でかなり難しい曲までね、そういうピアノ協奏曲のものすごい音の多いものもその延長線上でね、そのやり方の延長線上でできていったんですよね。あ、もう一枚ありましたね。あ、そうですか。フランソワのもあって、あとうん、川上先生のレッスンはまず信行さんに CD を聴かせ音を覚えることから始まります。音取れるかもしれない。そう？分かんないけど。じゃあやってみてごらん。分からないところは後から教えてあげるからね。はい。信行さんには人並み外れた超音力があります。それはすでに生後8ヶ月で芽生えていました。ショパンの英雄ポロネーズという曲があるんですけれども、その曲を聴きますと決まったところでもうすごく喜んで、で足をこうバタバタ動かすんですね。でそのバタバタ動かす時っていうのが、その頃和室がありまして、和室の襖のところに足を揃えて、でちょうどこう腹ばいになった状態 でその好きな場所に来るとその音に合わせるようにこうリズムをとって喜んで聴いているっていう、そういう状態でした。じゃあね、一回ね、途中まで弾くから、はい、その通り弾いてみて、はい、うん、まず右手からいきます。いい？聞いてね。いい？和音の一音一音の並びを一回聞いただけで正確に覚えてしまいます。驚くべき超音力です。じゃあ次左手左手はこういう風にしましょう。いい？じゃあ一回弾くから聞いてください。右手と左手を何度も別々に弾いて音を覚え、最後に両手でタイミングを合わせて楽譜通りに仕上げます。最初のメロディー歌ってごらん。頭の中で歌ってごらん。弾く前どんな、弾く前にそう、弾く前に頭の中でどういういい音出したいなってこと考えてごらん。まずいい？それから音出すんだよ。記憶力がすごくいいんですね。だから一度言ったことをこう本当にこう頭の中にすぐこう収めることができて、それをこういつでも取り出せることができるというか、でどんな細かいこともこう自分の頭の中でこう、つなぎ合わせてそれを理解して、そして覚えて、でそれをずっと覚えておくっていう、そういう才能がまずあると思いますね。それから2つ目には耳がすごくやっぱりいいんですよね。だから音をもっと比較に捉えますし、まあ、こう難しいこう和音、不協和音を弾いても全部間違いなく6個7個そのぐらいをたくさんいっぺんに弾いても音取れるぐらい耳がいい、でそういうところがなこう ありましてね。でそんな能力がかなりこうカバーしてるんじゃないかと思うんですね、楽譜が読めないということを、一方楽譜が読めないと正しい指の使い方ができません。そこで川上先生は
基礎的な音階を教えた上で信行さん自身に考えさせました。あの指使いは私がもう小さい頃からもう基礎っていうのを教えたんですよね。だからあの譜読みが大変になるの分かってるので、指使いは本当は楽譜を見ながら自分でこう正しく読んでいくのがやり方なんですけども、彼は毎回そういうことが楽譜見てやるとかそういうことができないので、もう自分で考えると、うん、理想的な指使いどんな曲でも自分で考えるんだということをインプットしたんですよね。でそのために必要な基礎的ないろんな音階の弾き方とかですね、いろんな一通り全部教えて、それでかなりもう小学校1年生の頃から、うん、それをやらせたので。また一方で展示の楽譜も学んでいました。ちょっと難しくなってだからちょっと音が変だなって思うかもしれない。わざと変に作って。全盲の天才少年ピアニストと言われていた信行さんですが、普段はこうした努力をコツコツと積み重ねていたのです。今から10年前、すでに今日の信行さんを予言していたピアニストがいました。モスクワ音楽院のカステルスキー教授です。信行さんが8歳の時、モスクワ音楽院の大ホールでロシア民謡のトロイカを演奏。その音色に感動したカステルスキー教授が1999年に来日した際、信行さんに個人レッスンを行いました。今は個人となったカステルスキー教授はその時こんな言葉を残していました。信行は演奏がうまいだけでなく音と心が美しい。必ず将来は世界最高のピアニストになれる。カステルスキー教授は作曲家の三枝重明さんに、将来楽しみな少年ピアニストがいると信行さんを紹介します。モスクワ音楽院の先生がすっごい子がいるよって僕に言ったんですね。それが彼だったんですよ。これがきっかけとなり、信行さんは1998年10月神戸で開かれた三枝重明さんのコンサートでデビューします。そして大阪センチュリー交響楽団と共演。オーケストラをバックに演奏するのはリハーサルのこの日が初めてでした。10歳になったばかりの信行さんは、これから続く長いピアニストへの道のりのスタートを切ったのです。もうびっくりしました。で周りにですね、やっぱりあの同じように音楽やってる羽田健太郎さんでピアニストがジャズを弾いてる人間とかいろいろみんないまして、やっぱ驚いてすごいねってみんな絶賛しましたね。信行さんが唯一経験した音楽コンクールは、6歳の時に出た全日本盲学生音楽コンクールでした。11歳の今の自分の力を試してみたい、そう考えた信行さんは、全国で参加者が3万人を超える国内最大規模のピアノコンクールに出ることにしました。予選本選を経て全国大会の決勝、
決勝の日も普段と変わらず楽しみながら演奏しました。結果はどうでもいいなと思って、なんとか僕は結果よりもお客様をうっとりさせる演奏をしたかったなと思ったから、うっとりさせる演奏はできました。結果は金賞でした。中学生も参加する D 級部門で金賞を受賞したことは信行さんの自信につながりました。そしてこんな言葉が飛び出しました。大人になってすごく人に感動を与えるピアニストにもなりたいです。じゃあボロディ君からやってみようか。はい。何か一つこの子が自信を持てるものを身につけてほしい、そう願いながら信行さんを育ててきた逸子さん。ピティナの金賞受賞は逸子さん自身をも勇気づけました。神戸のコンサートで信行さんの才能を見抜いていた作曲家の三枝重明さんはサントリーホールでの初リサイタルを企画しました。このホールで子供のソロリサイタルは初めてです。やっぱり お父さんとかお母さんは無理やりやらせるってことではなく、本人僕がやりたいことをこうやらせてくれるんで、とてもありがたい人だと思います。いやなかなかしっかりしてて、僕はね小さい時からねいやいややらされた方だからね、それがなかなか羨ましいなと思うんだけど。初リサイタルではメンデルスゾーンの春の歌やドビュッシーの夢など得意な曲を披露しました。出来はどうでした？うまく弾けたと思います。12歳のクリスマスはニューヨークでした。ここね、ブロードウェイって言っていろいろミュージカルとか、そういう劇場がたくさんあるところです。なんか楽しそうなところ、ね、そう楽しそうなところですよ。将来を嘱望された子どもたちにニューヨークのカーネギーホールで演奏する機会が与えられ、信行さんが招待されました。川上先生の指導でめきめきと才能を発揮し、覚えた曲は30曲を超えていました。またレッスンを始めた頃は練習曲が中心でしたが、この頃は楽譜でおよそ20ページ、演奏時間にして13分を超えるショパンの曲もマスターしていました。カーネギーホールではハイドンのピアノソナタとショパンの華麗なる大演舞曲を演奏します。世界中を回って演奏旅行して英語を勉強して世界中の人と話したいです。音楽家の憧れカーネギーホール、信行さんは12歳でそのステージに立ちます。コンサートにはジュリアード音楽院などニューヨークの音楽関係者も駆けつけました。
ブラボーの大歓声。信行さんの演奏はすでに目が見えないことはハンディキャップでないことを証明していました。僕は目が見えないんだねって言われた時に、なんて答えようと思ったら、その後もすぐに本人が、でもいいや、僕ピアノが弾けるからっていうふうに、自分でフォローというか、そういうふうに話してくれて、ここまでよく成長してくれたなと、ちょっと親バカながら思いました。真っ青な海がよく見えました。白いカモが芝生の庭へ飛んでくることもありました。靴下を靴の上までずり下げ、みんなに。2000年3月、こうして信行さんの小学校生活は終わりました。1988年9月13日深夜、元気な産声を上げて信行さんは誕生しました。他のお子さん皆さんこう目をパッチリ開けてお母様の方を向いてこうおっぱいを飲んでるっていう感じなんですけど、うちの子はいつも目をつぶってなんかこう寝てるような状態で、もう初めから2日目ぐらいから変だなっていうふうにすごく感じてたんです。誕生から3日後、眼科医から小眼球と診断されました。網膜異常による先天的な全盲でした。生まれた時からこんなハンディを抱え、それでも信行は生きているのが幸せなのかと考えてしまう。でも、あの笑顔を見ていると、二人で死ぬなんてこと、とても考えられない。もう本当に音楽と出会うまではもう毎日一日一日をやっと生きてるっていうか、今日一日とにかく頑張ろうっていう感じで、で一日終わったと思って、あ、じゃあまた次の日が来るって、そんな毎日でした。音に対して信行さんは逸子さんが驚くほど敏感でした。生後8ヶ月でブーニンが演奏する CD と他のピアニストが演奏する CD を聞き分ける耳を持つ一方で、掃除機や洗濯機の音が鳴り出すとブルブルと怯えて火がついたように泣き出して手に負えませんでした。信行は私がずっとそばにいなければ生きていけないのか。クリスマスツリーも私の顔も一生見ることができないのかと泣き崩れたこともありました。しかし信行さんが2歳を迎えたクリスマス、奇跡が起きたのです。クリスマス用にね、なんかこう綺麗に、ドミミソソレソソレソ。
2歳6ヶ月、レパートリーは35曲になっていました。中学から都立の盲学校へ進学しました。この年頃になると一人で杖をついて通学するなど、盲人として自立するための訓練をしなくてはなりません。その大切さは家族も分かっていました。しかし10代の信之さんにとって今一番大切なのはピアノレッスン。いつこさんはそう考え、将来音楽の世界で独り立ちができる道を最優先しました。人前で演奏することの経験を積み重ねていくために、作曲家の三枝さんは2回目のソロリサイタルを企画。曲目もショパンの遺作幻想即興曲やスケルツォの2番、そしてベートーベンのピアノソナタ悲愴など、プロがリサイタルで演奏する曲を並べました。この頃から信之さんは優雅で繊細なショパンの曲に惹かれていきます。楽曲が複合三部形式の幻想即興曲はテンポも速く、ショパンの難曲の一つです。当時13歳の信之さんはこの曲の CD をなんと1回聴いただけで覚えました。幻想即興曲を、普通のテンポで速いテンポですね、細かい音をわーんとこう弾いてる、それを CD、 普通は楽譜に書いてあることを説明してね、ここは6連符だのね、3連符だの、そういうリズムを説明して教えてたのが、そういうこと抜きにしても音だけでもね、全く純粋に音だけで、全曲ほぼ正しく、聞き取ったんで、それはびっくりしました。あ、そこまで超能力やっぱりすごかったんだなと。類まれな才能を見せる信之さん。しかし演奏が終われば屈託のない普通の少年です。アレルギーの、ね、鼻炎があるんです。今日 のショパンなんか涙が出ましたね。すごいな、いいなってやっぱ思いましたね。名演でしたね、ショパン2曲は。ほっとしました、すごく。どうですか、のぶちゃんが演奏としてはすごくうまく弾けたと思います。あ、そう。いつこさんは信之さんが幼い頃から積極的に外へ連れ出し、二人でいろんなところへ行きました。海や山では自然に触れ、花火大会ではお腹に響く音も体験しました。また美術館では元アナウンサーだったいつこさんが絵の解説をしたりしました。見てるから右手で持って、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとう。78番ね、はい、78番大吉です。ここ歩きやすいな、一人で歩く。やっぱり美しい空とか山とか行って風を感じたり、
心の目ってどんな目なの？いや、心の目はどんな目なんだろうね。なんかとにかく普通の人が、まあ、見られないものも僕は見てるのかなともちょっと思いますね。信行さんが世界へ羽ばたくチャンスを作ったのはベルリンフィルの指揮者佐渡裕さんです。その出会いは逸子さんが佐渡さんに送った一枚の CD でした。 それ以上絶対あのふにゃふにゃな音になっちゃダメよ、はい、リビングでその CD をかけてで風呂入ったんですよ。で風呂の中から聞いてたね。でショパンかな、ショパンのエチュードかなんかを聞こえてきて、えっと思ってかみさんに、悪いけどもっとあの音大きくしてくれかって言って、もうそれからもうなんかすぐ風呂出てね、もう完全に聞き入ってしまったんですよ。でこの子はもしかしたらすごいかもしれんと思って、もう本当にピアノに向かう音に向かってる彼の姿、音楽の神様が本当に彼を守ってるような、もう今思い出しても涙出てくる。佐渡さんが信行さんとの初めての共演で選んだ曲はシンフォニックジャズの名曲ラプソディー・イン・ブルー。この曲にはオーケストラの伴奏を伴わず、ピアニストが即興的に演奏するカデンツアーのパートもあり、13歳の少年には冒険でした。しかし佐渡さんは信行さんの才能を信じ、あえてこの曲を選びました。やっぱりもう二次元の線でできたもんでね、やっぱり作曲家の頭の中にあるものっていうのはもっとこう三次元でもなくて、やっぱ思いの世界、もっと複雑なこう感情の世界であったりいろいろするじゃないですか。彼はつながってるのはその 直でそこに世界につながってるんだと思うんですよね。一方作曲家の三枝さんは信行さんが大きく飛躍するきっかけを作ります。信行さんが14歳の時、周りをあっと驚かせた演奏会、それはショパンとモーツァルトのピアノ協奏曲を一夜に弾くというものでした。演奏時間にしておよそ70分、曲を覚えることもさることながら周りは体力を心配しました。14歳の信行さんに協奏曲の代表曲であるショパンの2番とモーツァルトの20番を弾かせるという三枝さん、これも信行さんの将来を見据えてのことでした。コンチェルトってのはオケに引き回されてしまうというか、まあ自分の思いはならないんですね。その80人の人間を引っ張っていく力がないとできないわけです。それができる訓練をしないと、外国のコンクール出ますと最後は最終予選はみんなオケがつくんですね。オーケストラと共に何か自分がやっていくアンサンブルをするということを覚えたら、もう彼は無敵ですね。
サンドマスター。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ドキドキしたよな。ドキドキしたよ。すごいね。それからさ、もっともっと。もう経験と、もうね、すごい指導。コンチェルトやってよかったと思うよ。その後信行さんは日本フィル、新日本フィル、読売日本交響楽団など日本を代表するオーケストラと数々共演し、協奏曲コンチェルトの経験を積み重ねていきます。ポーランドの首都ワルシャワはショパンのふるさと。この町で5年に一度開かれるショパン国際ピアノコンクール、17歳になったばかりの信行さんは歴代最年少でショパンコンクールに挑戦しました。我が子の将来を悲観し自殺も考えた逸子さん、その17年後、二人はショパンの街を歩いていました。本当にね、小さい頃のことを考えるとここまでこう来られたことがね、なんかもう不思議でしょうがないっていう、もう夢のような感じです。2005年のショパンコンクールは世界35カ国から過去最多の314人がエントリー。このため初めて一次予選の前に予備予選が設けられました。ショパンコンクールの年齢資格は17歳から27歳まで。皆信行さんより年上です。しかもジュリアード、ウィーン、モスクワなど世界の冠たる音楽院の在校生や留学生、そして卒業生が数多く参加しています。コンクール慣れしている人でもショパンコンクールは緊張します。いよいよ信行さんの演奏です。
ソナタ第3番第1楽章はプロのピアニストでもミスタッチするショパンの難曲の一つです。本番に強い信行さんはその本領を発揮し見事弾き終えました。どう今の気持ち？ほっとしました。やったって感じがします。完璧？まあそうですね、よくこれだけ弾けたなぁなんて。宇宙の中でよく見たい。そうでもよかったね。亀井さん、いかがでした？いや、もうこれだけ弾けたら大した。何にも言うことないです、何にも言うことない。お母さん、うん、一足、もう生きた心地がしないってこういうことかな。予備予選に出たのは257人、そのうち80人が一次予選に進みます。67番なんて書いてある。信行辻、嘘、あった、嘘、あった、あった、よかった、よかった、おめでとう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 、ありがとう、よかった、とりあえずの学士、学士、よかった。どうも川上先生、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで合格。よく野田さん見つけた。よく見つけた。67番なんだ。67番。その後一次予選も通り、80人から30人に絞られました。二次予選に残ればファイナルです。楽譜通り弾いただけではショパンにはならない。川上先生のレッスンも熱が入ります。まだちょっと慣れて聞こえてるんだよね。まだキビキビした感じが欲しいんだな。いや、パパパンパンパンってはっきり弾けない。もっと二次予選の課題曲で、この曲は対局です。で、右手は少し自由にそれを止めるような感じで、またさっき行く。もうちょっとテンポ早く弾ける？実際17歳という年齢でショパンの心をつかもうと信行さんも必死です。まあ、今の17歳の僕にできる限りのことを、まあ、精一杯あれだけやって、まあ、それでいいんです。もうやるだけのことはやってきたから、もうもしも怒っても悔いは何もないです。1927年に始まったショパン国際ピアノコンクール。これまで多くの世界的ピアニストがここから誕生しています。アシュケナージ、アルゲリッチ、ブーニンなど。審査員を務めるピアニストの中村博子さんは1965年4位に入賞しています。
いよいよ虹寄せ。信行さんの心の目で感じ取った音色はショパンに届くのでしょうか。繊細な叙情表現が求められるマズルカは、ショパンのふるさとポーランド民謡の流れを汲む作品。ショパンの心にどこまで近づいているか、この曲を聴けばそのピアニストの力量がわかると言われています。そのためコンクールでは避けて通れない曲です。この曲は虹寄せにかける信行さんの気迫が伝わってきます。拍手が鳴り止みません。4回ものカーテンコール、コンクールでは異例のことです。二次予選の結果発表。ファイナルに残れるのは12人。International Chopin Competition will present to the official list of 12 finalists. Numer 5, number 5, Rafał Blechacz, Polska. Numer 25, number 25. Jacek Kortus, Polska, Poland. Numer 27, number 27, Rachel Naomi Kudo, Stany Zjednoczone, USA. 信行辻井の名は最後まで呼ばれませんでした。しかし17歳の信行さんがセミファイナルに残ったこと、そして4回のカーテンコールは川上先生の指導力の証でもありました。この半年後、12年間に及んだ川上先生のレッスンは終わりました。
一番いい時期だったんじゃないですかね、ショパンコンクール終わって、うん、まあ、もうちょっと早くてもよかったのかもしれないけど、途切れなくやってきたのでね、もう本当にもう間髪入れず本番をやってきたので、もうふっと一息ついたら12年経ってたんですね、うん、もうそういう瞬間だった、もうあの瞬間しかなかった、うん、帰国後信行さんの練習量は猛烈に増えていきます。それはこれからの人生をピアニストとして生き抜いてみせるという自立への決意表明でもありました。17歳で騒がれて、もうゆっくりもう勉強する時間とかももうなかったと思うし、本当にこの4年間でいろんな面でこう成長できたので、逆にショパンで優勝しちゃったらここまで成長はできてなかったかなと思いますね。2007年春、信行さんは大学に進学しました。天才少年ピアニストから脱皮して真のアーティストになりたい、そう考えるようになった信行さんは自ら川上先生からの卒業を宣言。大学ではピアノ演奏家コースの教授でピアニストの横山幸男さんにレッスンを受けることになりました。横山先生はテクニックよりも信行さんが曲をどう解釈して自分なりに表現するかを見ていました。プロとしての道を歩んでいくために今が信行さんの正念場です。信行さんのそばにはいつも母親の逸子さんがいました。しかしこの頃から距離を置くようになります。だんだん親離れ少しした方がいいのかなと思ってきましたね。お独り立ちしてもらえますかね。だいぶなんかあんまり一緒に行動したくないみたいですから。2007年デビューアルバムを ABEX から出します。この中には自ら作曲した川のささやきなどオリジナル曲が5曲収められました。そして初の全国ツアーも行いました。サントリーホールでは念願の大ホールでのソロ演奏が叶いました。2000人を収容する大ホールでの演奏は日本人ピアニストの中で最年少です。プロとしてどんどん立派に成長していく我が子を舞台袖から見守る逸子さん、母親から自立する時が信行さんに近づいていました。
そして2009年6月運命の時が訪れます。アメリカで行われたバンクライバーン国際ピアノコンクール。日本人初優勝の快挙を成し遂げました。優勝したってことにとにかくびっくりして、珍しくうるってなんか来ました。 Who I was seeing particularly in the Dante's Pianoto。 伝説のピアニストバンクライバーンは奇跡のピアニストと信行さんを称えました。二十歳の青年が世界の辻井になった瞬間でした。ジングルベルを弾いた時から二人で歩んできた音楽の道。この優勝は親子で掴んだ栄光でもありました。